はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、簡単レシピをやっていきたいと思います。今回の簡単レシピなんですけど、やっぱりね、お正月に余りやすいこちらを使って作っていきたいと思います。お餅です。で、何を作るかと言いますと、お餅で簡単ミルキーココア餅っていうのをね、簡単に作っていくんで、ぜひね、皆さんも作ってみてください。材料はこちら。では作っていきたいと思います。はい、では作っていきたいと思います。まずこちらのね、お餅を8等分にしていきます。はい、実はですね、僕ね、今年ダイエットしてるんですよ。ですんでね、今日作ったものはね、ある方に食べていただきます。で、8等分に切ったお餅を深さのある耐熱容器に入れて、牛乳大さじ1杯入れていきます。で、このお餅を1分間レンチンしていきましょう。柔らかくなりそうですね。レンチンしました。もうね、お餅がね、こんな感じでかなり柔らかくなってるんですけど、これをね、水で濡らしたスプーンでこういう風にね、まあこねていきます。あの、餅つきみたいなもんですね。お椀の中でこう餅つきをする感覚で、こういう風にね。うまそうだね、お餅。こう餅つきのお餅みたいに、かなりこう、なんて言うんですかね、粘り気がほら出てきましたね。はい、で、こちらにですね、大さじ1杯の、練乳を入れていきましょう。まあ、ここ好みですね。甘さは好みです。こんな感じで入れて、またね、お餅ついていきます。で、ちょっとね、お餅が冷えてきちゃったんで、またね、10秒間だけ電子レンジにね、かけていきたいと思います。はい、で、このようにお餅がいい感じになったらですね、次はこのココアパウダーをお皿に出していきましょう。はい、で、ココアを用意したら、このお餅をですね、自分のお好みのサイズにこうね、切っていきます。まあ、手でね、こねてもいいんですけど、で、ここのね、ココアパウダーでこのようにね、まぶしていく。ちょっとね、かかりすぎてる感じがしますけど、うわ、でもこれ絶対うまいっしょ。生チョコみたいな感覚かもしれないですね。でも、こういうさ、アイスあるよね。はい、で、箸で取るとこんな感じです。ちょっとね、後で完成形をお見せしますけど、すごい美味しそう。まあ、粉かけたらね、くっつかないんで、ほら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 、ふにゃふにゃ、すっごい柔らかい、もうとろけるようなね、感じだと思います。じゃーん、ということで、こちら簡単ミルキーココア餅完成でーす。うまそうだよね、生チョコみたい。うわー、食べたい。はい、ですがね、僕は今ダイエット中ということで、今回はね、ある方をお呼びいたしました。ではね、実際に食べていただきましょう。果たして美味しいのかな？ということで、今回ですね、この方お呼びいたしました。よくダンテの動画に出てるのかな？そうですね。はい、ジェイソンくんです。ジェイソンです。食べれないから来てって言ったら食べますって来てくれました。はい、あの、今回ね、僕がどんな味か表現できないんで、はい、そこら辺も期待してます。すごいプレッシャーが。プレッシャーが。甘いもの好きですか？甘いもの好きです。あ、大丈夫、よかった。どうだろう、どんな味がするんだろう。まあ、お餅としては美味しいと思うけど。美味しいですね。これ甘くなってんのかなと思ったら、結構ココアパウダーでちょうどいい。あ、ちょうどいいぐらい、うん、そんな甘すぎはしない、うん。期待値的にはどうでしょう。期待のを超えてきたか、期待ぐらいだったか、期待より若干味的には硬いかと思ったら、もうめちゃ柔らかくて、うん、びっくりしました。練乳入ってる方がやっぱりいいですね。もっと砂糖と練乳を入れても OK みたいなね、うん、そういうのがあったんですけど。そうですね、そんな感じです。そんな感じです。でも僕はちょうどいいと思います。ちょうどいいぐらい。これがあの Today's Jason's Point って、でで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 、セブンティーンかな。セブンティー、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 セブンティー。70点。あー、そっか、70点か。セブンティーって僕の採点だと割と低めなんですよ。え、そうなんですか。そう、僕ね、簡単にね、こうもう100点近く全部美味しいって思っちゃう。何食っても美味しいんですけど、セブンティーって結構高得点。結構いい。あ、結構高得点、よかった。なんかあんまり美味しくなかったのかなってちょっと思っちゃったけど。そんなことはない。そんなことはない。あ、よかったよかった。ぜひ皆さん、作ったら僕にツイッターで何点だよって画像付きで教えてください。作ったかどうか分かんないから。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ジェイソンもありがとうございました。 ありがとうございます。今年もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、以上、マッソとジェイソンでした。バイバーイ。何して
もう一回やります。いや大丈夫です大丈夫ですよ。あの個人個人のあれですから。はい。いやでも感覚でね。うん。別に美味しくないとかそういうことじゃないですよ。あんまり高得点すぎてもなんか。